こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会一宮支部です。今日のメニューは大根とリンゴのさっぱりサラダです。今回教えてくださるのは黒田さんです。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市乙姫にあります陶房楽さんから器を貸していただきました。陶房楽さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。さあ黒田さん、今日はさっぱりサラダということで、はい、非常に、ね、シンプルな材料なんですが、はい、まだ、ね、ちょっと暑い日もありますのでね、そんな日に食べていただくといいですね。はいはい、じゃあ早速作り方をお願いします。大根の葉を最後の飾りとしてみじん切りします。はい。リンゴも同じく一生切りにします。はい。切りにします。はい。入れます。オリーブで和えるんです。オリーブオイルを、はい、じゃあ入れます。じゃあこれに、うん、これ、はい、ソース、あーいいですね。大根の葉と、なんか色味がいいですね。爽やかで、うん、今回の大根とリンゴのさっぱりサラダ完成です。皆さんもぜひ作ってみてください。いただきます。うん、さっぱりしてます。うん、なんかいい塩加減ですね。うん、あとあの、はい、大根の歯ごたえがよくって、そうですか、うんうん、あ、とっても美味しいです。うん、簡単ですしね。そう、簡単です、うん、あの献立のね一品に、皆さんもぜひ、作ってみてください。地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある陶房楽さんの器を使用しています。楽さんでは色のついた土を使い、ガス釜と薪釜を使って焼いており、普段使いの食器や牡蠣などの製作販売をしています。